はい、今、函館から津軽海峡を渡って、青森にですね向かうフェリーに、車の積み込みが始まっております。どん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 ね車列が動いてこれから積み込みですね。あ、もう入らないといけない。よいしょ。こういう形で、新潟あれは津軽海峡を渡ってですね、函館から青森へ向かいます。ちょっと駆け足でしたけども、もう天候もね、悪くなったので急ぎ足で青森までもう進んでいきたいと思います。西日本の方は台風が来てなかなかあの激しい嵐になっているようなんですけど、こちらはまあ小雨でね住んでますけど、船があまり揺れないようになってますけどね。はい、それじゃあ、明日今晩は青森に真夜中について、明日朝青森は、青森市弘前五所川原というような予定で動くようになると思いますが、またまちカフェ TV 生中継お楽しみください。政局はね激しさを増して、この消費増税いいか悪いかなんつってやってる間に、ささっとこう原発再稼働、大井原発の再稼働が、実行されて、そして、泊原発伊方、原発再稼働がね粛々となんか進められている、そういうところがですね非常にこう政府のねこすっからいところで、全くこのやり方はね CIA の仕組みそのものですけどね、このあたりまた解説を入れていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。これから青函連絡船で、青森に渡ります。じゃあ行ってきます。